アルバレスサウルスカは中世大白秋に生息した中脚類コエルロサウルス類オルニトミムス型類の恐竜の分類群。その外見と骨格の特徴から最初は最初期の早朝類だと考えられていた。高度に特殊化した恐竜であり他の恐竜に見られないいくつかの身体的特徴を持つ。アルバレスサウルスカの恐竜は0.5から2メートルほどの小型の恐竜であった。 体重は大きくとも2 0ラム前後で最も小さい恐竜の一つである。長く強靭な足を持ち走るのは早かったと思われる。一見するとまるで使われずに退化していったような短い前足を持つが骨格から短いながらも強力な筋肉を持っていたことが分かっている。おそらくこの奇妙な前足はアリや白アリの巣、もしくはその他の小動物の隠れ家を破壊するのに、 使われたとの説が有力である。ものにくす。前足は巨大な一本の爪、もしくはその一本の隣に、小さな二本が付属する三本で構成されて、おりその形状も現在のアリクイとの共通点を見出せる。アリ塚が登場するのは、死神よ以降だが、アリや白アリそのものは、白秋初期にはすでに出現しておりその新たなニッチを埋めるようにして進化したと説明できる。 他の恐竜にはなく、マトリ類しか持たない、竜骨突起を持つことで知られる。竜骨突起は羽ばたくための筋肉の付着部分であり、鳥類から進化した、総鳥類でもすでに失われている。おそらく前足をサポートする筋肉がついていたものと思われるがこの骨の存在がアルバレスサウルスが、飛ぶ鳥から分岐した初期の早鳥類というアイデアの一つの根拠であった。 その他にも骨格に鳥類的な特徴をいくつか持ち鳥類と間違えられたことは特に驚くべきことではなかったと言える。羽毛を持ったシュユアの化石が発見されており、他のアルバレスサウルスかの恐竜も羽毛も持っていたと考えられる。発見された羽毛は比較的原始的なもので原生の動物では、キイウイのものに近い。 諸説あるがここでは、y イソンプルエトール2 0 0 4を採用する蒸気の鳥類的な特徴にもかかわらず、マニラプトル型類としては最も早くに分化したとされ、オビラプトル化やドロマエオサウルス化などの方が鳥類に近いことが分かっている。オルニトミムス状化とともに、オルニトミムス型類を構成する。ありがとうございます。